あ久保さん今回、久保哲郎の見解にしましょうか。久保哲郎の見解。まあね、これね、なんで比べなくてもいいかっていうと、中にはいるってことです。さっきね、あの熟成さんから質問いただいて、まあ、吉谷さんの見解を知りたいと。見解を知りたいっていう質問、まあまああるんですけど、例えば、このし今、世の中の市場に、世の中こうだけど、吉谷さんはどう思いますか吉田さんはどう考えますかとかね。だか久保さんもよくあると思うんですけど、久保さんはどう思いますかみたいな。 だからその全員がテレビに出てくるコメンテーター全員がテレビに出てくるその学者の意見だけを聞きたいわけじゃないんですよわかります <laughs> この人だったらこれどう考えるかなって知りたいんですよでなんで知りたくなるかっていうと毎日見てるからです毎日久保さんの放送を見てたら久保さんはどう思うのかなってなるわけですよだからもはやこれって他人と他人の比較もクソもなくて <laughs> ねだから発信してると 何かっていうと、なんかそれが生まれるんですよね。だこの前も音声対談してて、鷲津さんっていう人なんですけど、鷲津さんって、まあ、今50歳でサラリーマンで、なんだ、えー、副業で月収100万とか稼いでる人なんですけど、鷲津 <laughs> さんってどんな服着てるんですかみたいな <laughs>。え、鷲津さんってパーマ、どパーマですかみたいな。え、もはやそれなんかお金と関係ないよねみたいな。わかりますこれ。 まあそれで音声対談でも、鷲津さん芸能人使っちゃいますみたいな、普通のおっさんですみたいなね <laughs>。これが起こるんですよ。でもこれが起こるってここで言ったとしてもわかんないですよね。なんでわかんないかっていうと自分が発信してないし、自分が発信してないからその質問を一生もらわないだろうし。うん。だから発信して、うん、その先にしか何もわ、うん、かんないですね。久保さんね。そう。だからこれはまあ、あの、不思議な現象が起こるわけですよ。 芸能人もでもないしジャニーズ、ジャニーズ事務所に所属してるわけでもないし、僕もね、髪の毛だいぶ薄くなってきたんですけど、もう本当にこれは、はげんじゃないかなと思うんですけど、はげたらね、ハゲチャピの人が、ぶわー言ってるわけじゃないですか。例えばお笑い芸人もね、じゃあもう一番今売れてる人が好きなのか、逆に、そのなんだ、全く売れてないけども、なんかこれ好きやねんっていうことで、あのライブに通ってるお客さんもいるだろうし、 わかります全員がそこじゃないんですよ。全員が <laughs>。だから特にコンテンツ販売なんかは一部で十分なんですよ。一部の好きって言ってくれる人だけでまかり通るんですよ。例えば、 あの、昔、その、ショールームがね、できた時に、地下アイドルで全く売れてない人が、1日30万、40万稼ぐっていうのがニュースになったりとかしてたんですけど、地下アイドルで全く表に AKB48 のなんかテレビとかも一切出てないんですよ。だけど、1日30万稼いじゃうんですよ。投げ銭で。これどういうことかわかりますって話で。普通じゃないですよね。え、誰が知っとんねんって話じゃないですか。誰が、誰やねんっていう。だけど、知ってる人にとっては、その地下アイドルっていうのは、 AKB を超えてるんです。だから僕も、うんジャニー、あの、なんだ、うん、ジャニーズの誰だっけなあの、手越さん手越。手越さんを超えてるんです。久保さんも手越を超えてるんです。久保さんが好きな人は、もはや手越で誰みたいな話ですよ。ね、手越で誰ですかみたいな。いや、僕、久保さんしか知らないです。みたいな。<laughs> そんな感じです。でもこのマカ不思議な、 話っていうのは自分が発信してみなければわからないと。例えば、久保さんのね、あの、熟成さんで、多分あの、なんだっけ、生活保護の、えっ、ー、と、誰だっけな。あらさあちゃん生活保護、うんうん。女性。あ、あ、あやさあちゃんだ。あやあちゃん、あやあちゃん、今、これ、いくどれぐらいいってんだ 6300人ですよ。僕の2倍いてますよ、アラサーちゃん。そう,う。あやさ、あ,あやさあちゃんですね。あやさ、あやさあちゃんって誰やねんと。<laughs> 誰やねんと。AKB のアイドルかという話ですよ。<laughs> そうお。あやさあちゃんやっぱすごいですね。うん。回してる回してる。うん。すごい。回してるじゃないですか、再生。うん。 あやさーちゃん、まじパンチあるっすね。このタイトルいいなぁ。いいっすね。ババアの父。めっちゃいい。いや、こういうのいいっすね。久保さん。<laughs> めっちゃいいっすね。やっぱ、ぶち抜いてる感あるなぁ。いや、ババアの父ってこれ、コピーライティングのセンスありますね。<laughs> ババーの父って、めちゃめちゃセンスあるじゃないですか。いいっすね。 やっぱあの、情報発信を、これもう、分かっちゃった感じがしますね。<笑><笑>じゃあ、じゃあじゃじゃあ、ババアの父に誰が興味あるんですかって話で、これね、1000回ぐらい回ってますからね。1289回ババアの父が回ってるんですよ。これどういうことだよ。<laughs> ね、え、ババアの父に興味あるんですかね ?1200 回回してるんですよ。やべえな、これ。うーん。だからこれはね、やってみないと分かんないですよね、本当に。 答えはね、自分で見つけろという話ですよ。はい。いってらっしゃい。